JR 大分駅に展示されている別府だけ細工の巨大な竹籠別府だけ細工は大分県別府市周辺で伝統的に生産されている竹細工である。蓄材のうちで竹細工に使用されるのは主に間だけである。大分県は間だけの生産量が32%のシェアを占めて全国一であり、その豊富な蓄材を利用した竹工芸が歴史的に盛んである。中でも 別府だけ細工は県内産の良質の間だけを取材料とし、花籠、森籠等の籠を中心に青竹を使った日用品からファッション性を追求したバッグやインテリア照明まで幅広い製品を生産している。竹細工には伐採したままの青竹、火で炙ったり、火星ソーダで煮沸したりして油抜きをした晒らし竹、ある程度炭化させた炭化地区。 伐採後数ヶ月から数年間自然に枯らしたもの、家屋の屋根裏で数十年間いろりやへっついの煙で、いぶされたすすたけといった、弾力性、硬さ、耐久性などが異なる、種樹の蓄材が、利用目的によって使い分けられる。別府だけ在庫の起源は、神皇十二代、慶光天皇が、九州熊蘇生伐の帰りに、別府に立ち寄った際、お供の善友が、 良質の篠のだけの多いことを発見して、メゴを作ったことが別府だけ在庫の始まりとされます。しかし、別府で竹工芸品が本格的に生産されるようになったのは、室町時代のことであり、行商用のカゴが生産され、取引のための市場が整備されたとされる。江戸時代には別府温泉が全国的に知られるようになり、当時客が滞在中の自炊のために使用する。 メッシカゴ、ザルなどの竹製生活用品が販売された。明治の初め別府港が完成すると、別府は瀬戸内航路の物資が集まる中継地となり、さらに大勢の当時客が訪れる温泉都市へと変化する中で、竹細工への需要も大きく高まっていく。当時客の滞在生活の中で評判を得た竹製生活用品は、土産品としても利用されるようになって市場が拡大し、 別府の地場産業として定着した。また、泉と別府には、在海人や文化人などが集まる別荘が多く建てられ、茶道具などの美術品が求められるようになる。そのような中で、変素技法の高度化などの別府だけ在庫の特徴が見られるようになり、太さの違う秘語を駆使した多彩で複雑な味路、網門用などを用いた、様々な美術工芸品も生み出されるようになった。 1902年に創立された別府町、浜脇町学校組合立工業徒弟学校では、竹工芸の技術者育成が行われた。1938年には、竹工芸の技術者育成、試験研究のために、大分県工業試験場別府工芸指導所に、大分県別府産業工芸試験所に、会場が大分県によって設立され、その後、 大分県立別府高等技術専門校との統合で発足した大分建築工芸訓練支援センターは竹工芸家を持つ日本で唯一の職業能力開発校であり現在も多くの技術者を育成している1967年には別府市の育野省運祭が竹工芸では 初めての重要無形文化財保持者に認定されるなど、別府だけ在庫はその品質も高く評価されている。1979年には、経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されており、伝統工芸士の認定登録者は2011年2月現在で21名に上る。また、1978年には、業界団体である、 別府地区製品共同組合が設立され、別府だけ在庫の発展、進行等を図っている。1950年に竹工芸の試験研究のために、別府市によって設立された別府市工芸研究所を前身とする。現在の別府市地区在庫伝統産業会館は1994年6月に竣工したものである。別府だけ在庫の作品や資料を収集、研究して、 常設展示や企画展示会を開催し、後継者育成教室、体験学習教室などもいている。また、2011年9月からは、竹細工の土産品の販売も開始している。ありがとうございます。